だけど明日はじゃあ明日はちょっともう昼と夜で昼と夜はもう遅くでもいいじゃん、うん、あそっか寝る寸前に夜でけんのじゃんだって4時から5時来るやんそれとか何でやんかも4時から5時の間行かんでもいいやだって昼に行ったら間が間隔狭いやん、うん、そうやろそうやで帰ってきて家戻って遅くでもいい8時でもいいんちゃうあんたが寝る前にちょっと一回りしてあんたも寝れるんちゃうそうやなうんその方がいいよそしたら感覚がほら次昼やである一回りってあの一升一回りやろ人一升まで行かねえあそこのほれ家の前からな、うん、一升の横で行く左行ってもいいし、うん、グリル都の前通って、うん、あの元南田中歯科の前通って、うん、そこ帰ってくれ、うん、道か動かすいつもそれぐらいに、うん、忙しい時は裏のシャルマンを通って家帰ってその間におしっこもするしうんちもするであそう、うん、だって2回目の時はな、うん、1回目は外は5時行ってるやん朝5時から、うん、散歩に行ってるやんかだからあの YouTube を見てるみんなに一言 YouTube を見てるそれでもう年一度人間ドックは皆さん受けてほしいと思いますよもう私みたいな元気な人間もこういうふうに心臓のカテーテル手術をしなければいけない状況に見つかったのでね何が起きるかわからないから必ず人間ドック受けてください、国民健康保険の人間ドックでも何でもいいです受けてくださいよよろしくういOK, okay.